令和6年9月20日は Q&A 一般公開ライブです。石川信仰は第4期開催中、令和専攻塾塾頭山岡哲司です。今日のアシスタントはスティンガーソングキャスターのさやさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おなじみ経済安全保障アナリスト平井浩二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のゲストです。埼玉県議会議員諸井雅秀さんです。よろしくお願いします。はい、では、はい、お願いします。ではまず本日のヘッドラインからご紹介します。一般公開ライブです。高市潰し、どす黒い計画。そして、中国で刺された男児が死亡、岸田首相外務省の対応は、ということで由々しき事態が続いておりますので、一般公開ライブで取り上げます。そして13時40分からは今週のアングリー平井、ブームが去った電気自動車ということで、はい、これはデータをお見せしながらお話します。ありがとうございます。はい、また嬉しい、今日もね、今日も得意分野でございます。平井先生、次回はね、もっとすごいのが出ますから。はい、はい、2段階ということになってますので、はい、よろしくお願いします。そしてアメリカ大統領選の行方、そして諸井先生にはとんでも埼玉男女共学化編ということでお話しいただきたいと思います。今日なんか特別なネタもあるということで伺ってますんで、楽しみにしております。はい、まあ、これいろいろありますんでね、はいはい、全部話しきれるかどうか分かんないんですけど、秘密も言っていただきたいと思います。はい、はい、そして、告知をさせていただきます。文化人独自取材、不可解な謎が残る安倍元総理銃撃事件ドキュメンタリー映像が発売中です。配信はダイヤモンドクラブとなっております。有料会員の方は無料です。概要欄からご登録をお願いいたします。そして長尾隆さん、国政復帰への応援活動を始めました。また番組制作応援募金もお願いいたします。詳しくは概要欄をご確認ください。そして Q&A の動画は Q&A 専用チャンネルでも絶賛配信中でございます。今すぐ概要欄の URL からチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、さあ、それでは早速最初の話題いってみましょう。はい、まずは総裁選です。門田隆昌さんの X です。ついに自民党が党を挙げて高市潰しに入った。高市早苗氏が8月中に発送した国政報告の文書を総裁選選管が9月4日に文書発送禁止を決定し、遡って口頭注意を行い、さらに追加の対応もするというのだ。党員調査などでトップに躍り出た高市氏を潰そうとのどす黒い計画、ネット民はこれを逆手にとっていじめられても高市の大拡散をお願いしますということです。で、ちょっと、はいも、はい、山岡さんの X です。かつてソ連が崩壊したら日本社会党が崩壊した、今アメリカが崩壊の危機に瀕すると自民党も瓦解を始めた。もともと占領軍が作った戦後レジウムを維持するための政党なので、安倍さん亡き今アメリカ民主党の完全な極左傀儡となり、保守勢力抑圧に恥も外聞もなくなっている。まさに今のアメリカの姿を反映している。日本国民は覚悟して自民党に見切りをつけなくてはならない、戦後を終わらせなくてはならないということだ。今読んで自分の見てふっと気づいたのは、はい、門田さんは、門田先生はあくまでも高市さんを応援してるわけだから、自民党も別に見切りつけてるわけじゃないんだよね。ないで、僕は自分で言うと、あれ、これ自民党に見切りつけてるじゃないか。なんか高市さん応援してるようで自民党に見切りつけてるという、なんか今ふっと相反する、そうそうそう、ここまで読んであっと思って気がついてしまって、でもうちょっと門田さんも、はい、はい、平井さんがリポストされてます。高市早苗氏の国政報告だけを問題にする自民党の策謀が白日のもとにさらされた。なぜ9月に総裁選のお願いをした候補者が処分対象にならないのか。岸田首相には以下を踏まえて、1、高市早苗8月に国政報告郵送、そして2、小泉進次郎9月に総裁選への献金以来郵送、そして3、河野太郎9月に総裁選への投票以来郵送、そして4、石破茂9月に総裁選への投票以来郵送、5、茂木敏充9月に総裁選への投票以来郵送。なぜ高市氏だけが処分対象になるのか、国民に分かりやすく説明を。これ
平井さん、これ何が起こってんですか。いや、だからこれ、高市潰しですよね、はっきり言ってね。それで、ここの経緯はもう、加藤田先生がね、整理してくれた通りなんです。それで、あとね、結局、岩盤保守がすごい怒って、ふざけるな、自民党になったわけですよ。それで、これが結構ネット上で、うわーっと盛り上がったんで、選管が多分ね、それを見てですよ。僕はこう書いたんです。実はね、これ高市さんだけ処分するようなことになったら岩盤保守層は離れるよと、そういうことになるでしょうという趣旨のことを書いたんですけど、選管はお咎めなしということになったんですね、一応一件落着になったんです。これはだから、それはそれで良かったんですけども、やっぱりこういう騒ぎを起こしたのがね、昔この局に出てた、なんか魚かなんかやってる人のですね、お友達のね、平さんとかいう人が、お友達の、そう、なんかね、らしいんですわね。だから平さんっていう人は、この前山田さんっていう、なんて言うんでしょう、スパイ関係のことを、インテリジェンスのことを取り上げてる人が、この平さんっていうのは実はバリバリの親中派議員であるというようなことを、YouTube で出してましたね。だから、もうこれはね、誰が裏にいるのかと、それとあと、はっきり言うとですね、親中派の、神奈川にいるですね、某キングメーカーがいるわけですけど、彼が今ものすごい動きまくってて、いろんな国会議員に電話かけまくってて、うんちゃらすんずろうに投票しなかったらどうなるのか分かってんだろうなみたいなようなことを盛んに動いているよという話はね、聞きましたよ。だからまだまだ分からないんですけれども、結局ですね、中国ですよね、裏にいるのはね、中国がいろいろな親中議員を使って高市さんを引きずり下ろしたい、つまり決選投票に出さずに済ませたいとしてると。でも、私もよく聞かれるからこの場で申し上げるけれども、私は日本保守党を応援してるんですが、この9人の中では高市さんが総裁になることがですね、総理になることが日本の国益に一番資すると思ってるので、ただ私自民党辞めちゃったんで投票権ないんだけど、はい、高市さんがいいよねっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。ね、室井さんどうですか。はい、私は自民党員で、自民党の地域支部長なんで、そういう立場から申し上げますけど、まずその平さんと、牧原さんって、これ埼玉県の議員ですけども、この方々が、テレビに出て、高橋さんだけずるいと、そういうことをおっしゃってたんですけども、私違和感まず一つ持ったのは、そのいろんな調査でですね、高市さんが上がってきてトップになったということに対して、その原因をリーフレットを送ったからだというふうに声高に平さんが主張されていたんですけども、私は全然それは違う、当てはまらないというふうに思ってます。そうではなくて、やはりいろんな討論会とか、出馬の会見もそうですけど、そういうことも含めて、誰にこの国の舵取りを任せたら安心なのか、誰に任せたいのかっていうことを党員が考えた結果、高市さんの人気が上がってきたと。リーフレットはその一つの、要素に過ぎないというふうに私は思っています。だからもう本質がそこを間違えているというふうに、思ってますけども、以下起きていることは平井先生が今おっしゃった通りですね、意図的にその高市さんだけ、ルール違反をしてずるいことをした人という印象を、植え付ける、それにテレビとかメディアも乗っかっているということなんですけれども、私指摘させていただいたのと、私のところにもいろんな情報来ますので、画像も用意しましたけれど、各陣営がですね、
9月、確か3日に選管開かれて4日に発表されてると思うんですけど、そのルール、いろんなルールですね、これは禁止ありますか、画像を、はい、送りましたけれども、これはあの、新潟県のある小泉進次郎さんを応援している議員がですね、自分の支援者というかあの地域内の党員に送ってるんですけど、9月の消印が15人になってますよね、はい、つまりルール破ってるんですよね、はい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 、でその内容はあの投票の依頼だと、はい、清き一票小泉進次郎候補に賜りますよって もうもろにあの投票依頼、まあもちろん選挙期間中ではありますけれども本当ですね。ですからその、これがいいとか悪いとかというよりも、まあ、高市さんをだけを悪者にするということがもう全く当てはまらない、うん、で、まあ、高市さん の, あの文書って、まあ、今ここにもこれありますが、はいはい、あの総裁選に出るんで一票私に入れてくださいとは一言も書いてないんですよね、うん、国政報告なんです。逆にね、はい、あのもうこんなみっちり書いたんだっていうか、うん、はい、これ読める人いるのかなと心配になるぐらい、はい、この政策論政策を訴えてるんですよ ね,、うん、そうですね、みっちり書いてますよ、はい、これ、はい、これ読めない人いっぱいいそう、これだけ具体策書けるっていうこと自体がもうすごいですよね、はい、で私の知る限りですね、小林鷹之さんと、うん、加藤勝信さんを除いた陣営は、まあ、これあの X とかいろんなところにあの画像上がってますし、私のところにもかなり来てますけども、うん、送ってます、あの9月4日以降に、まあ、送りまくってます、はっきり言って。でその方がよっぽど、まあ、問題、まあ、このことを問題にしたいのであれば、うん、問題なのかなというふうに思います、うん、でそれからもともとこれをあの郵送するとかあのオートコールやってるあの陣営もあるというふうに聞いてますし、まあ、これも完全に違反ですよね、うんうん、であのお金を かからない、お金のかからない総裁選をやるんだと、でそのために郵送とかそういうものは禁止なんだと言っておいて、小泉進次郎さんの陣営はですね、5万円献金してくれというのを、出してますよね。でお金かからない選挙をやろうとしてるのにお金くれっていうのはそもそもがおかしいんじゃないんですかっていう、うん、や言ってることとやってることが、まあ、本音と建前っていうことなのかもしれませんが、やってることが違うんじゃないですかっていうふうに思います、うん、この間その高市先生に物件で、はい、あのお目にかかる機会があったんですけど、はい、その時ね、移動があの今この総裁選の候補者はみんな新幹線で、うん、あの普通車になっちゃってるんですっていうお話されてて、はい、通常はね、まあ、グリーン車 で,、はい、で、あの議員の専用の席なんかも用意されてるくらいですから、はい、そっちでいらっしゃると思ったんですけど、はい、普通席だとやっぱ支援者応援してくださる方が、はい、やっぱ皆さんに声かけられ、はい、声かけて結局自分の政策のこととかを訴えてらっしゃるので、はいはい、あの休む間もなくあの次の場所に移動されてきたで結構バタバタされていたんですよね。でそれを聞いた時、まあ、お金のかかんない選挙にしましょうってことなんですっていう感じで高市先生おっしゃってましたけど、全く矛盾してますよね、その小泉進次郎さんの寄付金を、ね、募集するっていう、はいはいはい、でそこでこの騒ぎを受けてこの選挙管理委員会が声明を出したと、はい、いうことですね、はい、これ佐々さんちょっと読んでいただけますか。はい、持ってない、はい、はい、党員党友の皆様へ日頃から党活動党勢拡大にご尽力いただき心から御礼申し上げます。さて今般の総裁選挙に際し総裁選挙管理委員会、管理委員会としましては現在我が党に置かれた状況を踏まえ、また国民からの信頼回復という見地から金のかからない金をかけない総裁選挙を一つの命題として選挙の管理運営に努めております。郵送による文書類送付の禁止もその一環として決定したものですが、一部の候補者の文書が広く党員党友の皆様に届いたことにより地元の国会議員が文書を発出した候補者を支持しているとの誤解が広がっている。文書などを送っていない候補者が何の働きかけもしない、熱心さが足りないとの不評を買っているなどの問題が生じているとの厳しいご指摘が管理委員会に寄せられております。これらの問題を放置することは公平公正な選挙を著しく損ない、ひいては総選挙の正当性を、
毀損することにつながりかねません。このような問題意識から極めて異例のことではございますが、選挙管理委員長としてこの声明を発出することにいたしましたということです。もう一個あるかな。はい、こちらもですね、今般の総選挙に際し一部候補者の文書郵送に伴い党員党友に誤解が広がっているとの指摘情報が党本部総裁選挙管理委員会に寄せられております。これを放置すれば公平公正な選挙のみならず、あ、同じ文書のようですね。同じことがこう繰り返し書かれている。だからそのこれルールがいつ設定されて、ね、だ そこ以降ルールは適用されるっていう話になるべきでしょ、うん、はい、うん、で そのルールが出る前にたまたまリーフレット出されたといっても、うん、このリーフレットを支援者に送るっていうのはこれは別に普通あることですね。そうですね、はい、ですよね。全然論点が論点ずれてるし、はい、あの、うん、この騒ぎをこの引き起こした、あ、まあ、高市さんがけしからんって言った人たちで、もう新聞報道で見たのは、森山氏ですね、うん、それとあと小渕優子、うん、であともう一人だと思うんですけど、彼らが岸田総理にこれおかしいんじゃないかと、ね、これというのは高市さんがやってることおかしいんじゃないかっていうことを言ったと、うんうん、であれと思ったのは森山氏も小渕さんもはっきり言いますよ、日中友好議連のメンバーですから、幹部ですからね、どこを忖度してるんだと、うんうんうん、これね、あの、2019年にねアメリカ の国防省が報告書を出して、その中で、中国共産党および人民解放軍は日本の世論を有利にさせるために、日中友好7団体というのがあって、うんうん、これを使って日本の世論調査、世論操作のために使っているよという報告書を出してるんです。私それ読みましたよ。確かにはっきり書いてあった。で、ジョージタウン研究所っていうところがあって、そこの人が半年後にそのフォローレポートを出してて、こういうのは日中友好7団体がもう実名で書いてある、うん、でここに出てるのがアメリカ政府がもうこれ工作組織だよって、うんうんうん、もう指摘してるんですよ、国防省がね、うん、ここの幹部が森山さんであり、小渕さんなんですよ、はっきり言って、うん、で会長は二階さんですね、この前あの中国行った日中友好議連ね、うん、でこういう人たちが騒いでるってことはね、どこの国益を代弁して話してるのかなということを見なきゃいけないんだと思います、うんうん、なるほど、その通りですね。わかりました。やっぱり自民党ダメじゃんね。だから結局山岡さんと追悼に戻ることになります。あのね、これ、はい、非常にねひどいなと思うね。これらの問題を放置することは公平公正な選挙を著しく損ない、ひいては総裁選挙の正当性をも毀損することにつながりかねませんと、こういう言い方するってことはね、そのルール、新たなルールの設定やルールのその開始日といったこととは関係なく、その広く党員党友にこの自分の政策を紹介するということ自体が、あの非常にこの公正、公平公正な選挙を損なう行為であると、そういうふうに言ってるわけですね。あともう一つ、やっぱり私はあの党というこの組織のガバナンスを考えた時にですね、まずその誤解が広がってるとかって書いてありますけど、まあ何をもってそういう事実を認定したのかとか、あのこれあの高市さんを応援してない議員が騒いでるだけなんだと思うんですね。でそれをもって誤解が広がっているとか、まあそういうことでこういう文書を発するっていうのは、まあちょっとその公党としてですね、政府与党をやっているものとしては非常にずさんな、じゃあ一部の人が騒げば、まあそれにのっとった何か動きをしてしまう党なのかっていうところが、まあ、非常に問われてしまうんだと思うんですね。信じられない子供っぽさなんですよね、はい、文書等を送っていない候補者が何の働きかけもしない、熱心さが足りないとの不評を起こっている。まあ、そういうことを言う人がまあそれはいるかもしれませんが、じゃあどこに何人いるんですかという話です。それもそうですし、はい、しかし
候補者であるならば、はい、ね、じゃ自分やればいいじゃないですかって、はい、自分の政策をアピールするとかって、はい、やるべきことじゃないですか、はい、ね、そうやらない人が何、はい、か不評を買ってるからってやった人を責めるってどういう理屈なんですかね、はい、でそもそもそれ公平公正な選挙っていうことを最初から標榜しているのであれば9月に総裁選あることは分かっていたわけですから、はい、なぜもっと早くそのルールを、うん、確定させなかったの。9月3日とか4日にですね、うん、そういうことを発してること自体が、まあ、こういう事態が起きても、まあ、仕方がないというふうに思います。だって8月中にその郵送の作業が終わっていたわけ、それはルールがそこ設定されてない、だからこれを見たからルール設定したんだ、ね、それもそうかもしれません、うん、なるほど、うんうん、まあ、でもね政治家なんでしょ、うん、これを出した人がいたからってね大騒ぎするっていうね、もうどうしようもなく情けないと思いませんか、うん、これで勝負決まるんだから、決まりませんよ、だからみんな出したらいいじゃないですか、はい、これでいきなり1位になれるとかね、うん、決選投票に残れるんだったらみんなやればいいですよね、うん、みんなもやる権利があると。はい、私今その話聞いて思ったのはね、高市さんって、カズサさんたちが温度を取って全国を回って人を集めて自分で接して説明してるじゃないですか、はい、努力してるんだよね、努力してるじゃないですか、だから上がってきたと思うんですよ僕は。そうです、ね、はい、そうです、だからそれ以上に回ってそれ以上高市さん以上のその政策を発表して説明をされる努力をされればいいんじゃないかなと思いますけど、足を引っ張るんじゃなくて、そう全くそうですね、まさに、うん、ね、追加措置をとかね高市さんご自身が努力をした人が報われる公正な社会を作りますと書いてらっしゃいますので、はい、リスクを取って努力をした人が報われる社会を作ると、うん、おっしゃってますので、まあ、本当にここまで恥も外聞もないことをやると、でしかもやってる人たちの顔ぶれを見ると、うん、平井さんご指摘のような構造になってると、そうですね、うん、で自民党ダメじゃんやっぱりね、もうねもう本当に病高校にいるっていう、こういうことですね。だから万が一高市さんが総裁になられなかった場合の身の振り方をみんな今のうちから考え、自民党に対する、ね、まあ、気持ちはちょっともう、はい、だから私も今回の選管の委員の中で結構気心の知れてる国会議員もいらっしゃいましたので、うん、先ほど示したような画像 を示した上で、うん、まあ、これで高市さんだけを処分するようなことがあれば、自民党はやっぱり国民の信頼を失うと、その総裁選で誰が勝つとか、うん、そういう問題以前にもう自民党がその党としてのガバナンス、党としての公平性を疑われると、まあ、そういうことは申し上げました。おっしゃる通りです、ね、いや本当そうですね、はい、でこれ7番の平井さんの、はい、はい、そろそろ外国人による政治資金パーティー購入禁止を総裁選の公約にしたらどうだろうか、岸田が、高市候補を処分すれば宏池会が内憂外患集団だと、ま、満点化っていいんですかね、満点化に再確認させる効果がある、総裁選の時は、総選挙の時は例えば広島などで自民党の内憂外患候補だと対立候補が訴えれば効果があるのではないか、うん、これね、まあ、選管のコメントが出る前にポストしたもんですけどね、岸田氏が処分を匂わしたっていうんで、まあ、私がちょっとふざけるなとね、うん、岸田さんあなたはねなんか隠してませんかで、ね、外国人による政治資金パーティー券購入問題、これを解明するということをね総裁選の公約で言う人が出てきていいんじゃないのということなんですよ。国民は、ね、むしろこういうことに興味があると思いますね、はい、うんうん、本当そうですよね。で、まあ、あと、まあ、やっぱ党員党友という概念もねかなり危ういものがあるとは思いますよ、はい、はい、だって何人でもできるでしょ実態的には。そうそうそう、うん、そうですね、うん、だって某番組のプロデューサーも自分が自民党員だってことを何年も忘れていたと、うん、でも誰かが党費払ってるわけですよ、ね、そうです、はい、まあ、これはやっぱり KSD の問題なんかもありましたけども、うん、やっぱり今国会議員も1人当たり何人増やせとか、まあ、そういうノルマも課せられてますので、そういう中で肩代わりするので
国会議員側で払ってしまうと、うん、でそれでノルマを達成すると、うん、はいはい、ですので、まあ、あの今回の総裁選じゃないですけども、まあ、いろんなその党員に電話をかけて働きかけとかやると、ん、知らないよと、まあ、そういうケースも結構ありますし、あとは亡くなっている方をそのまま払い続けているという場合もありますし、まあ、ありますよ、あります、あります、あります、すごい実態、うちの母親ね、はい、亡くなったんだけど、はい、ずっと党員名簿に載ってました。だから誰かが払った、そういうものなんですね。誰かが払った、それさ、アメリカの大統領選挙となんか変わらない感じだよね。そうそうそう、選挙組員がね、はい、調べたらもう亡くなってるとか、そこの外国籍とかその国籍の確認もないし、うん、あの入党申し込み書に書いて、登録してしまえば、うん、まあ、そのままだそれがね、あの実質的にはだから首相選びになるわけなんだから、そう、だからシステム的にもすごい問題だと思いますよ、それ。そうですね。そんな染色の作り、だからまあちょっと、もちろんその投票するために党員になられた方もいらっしゃるわけだから、真面目な方もいらっしゃるってことは百も承知ですが、はい、そのシステムの危うさを考えると、うん、やっぱり投票権は議員に限るとかしないと、うん、かなり危ないとは思いますね。そうですね、うん、はい、でそこで、まあ、そのこの背後にいるんじゃないかというその中国なんですが、まあ、大変な最悪の事態が発生しました、はい、中国深圳の日本人襲撃で刺された男児が死亡、相次ぐ事件に衝撃、中国側に再発防止を要請という記事です。中国広東省深圳市で日本人学校に通う小学生の男児が18日に男に刺されて負傷した事件で、同省広州市の日本総領事館は19日男児が死亡したと明らかにした。容疑者の男は当局が身柄を確保して取り調べを行っているが、動機など詳細な情報は日本側に伝えられていない。中国における日本人の安全確保や事件の真相究明が日中間における重要課題となるということです。はい、ということなんですね。そこで、じゃあ9番、はい、はい、山岡さんの X です。中国に忖度して毅然としていた、垂水大使を金杉大使に変えた挙句がこれだ。中国のような国に忖度しても何も改善しないことがなぜ理解できないのか。周囲にペコペコすればよいという戦後レジウム外交は、とっくに破綻しているとなぜわからないのか。国民は怒る気力もないのか、うん、これなんですけど、あのこの、まあ、金杉さんのそのコメントがですね、じくじたる思いだとかね、それから強く説明を求めるとかね、なんかえっていう、まずじくじたる思いだとかって言っても始まんないんですね。そういう無意味なコメントはもう失礼なだけです。特に遺族に対して失礼だと思います。それからあのこれ岸田氏自身が言ってるんだけど、説明を求めるって説明できるんですか。説明があるとしたらそれはあの延々とやってきた必要な反日教育がこういった形で、まあ、形になりましたというのが説明ですよ、あるとすれば、うんうん、だから実際問題、中国政府は何ということを言えばどこの国でも起こることだとか、単なる、ね、犯罪の一種だみたいなものの言い方して逃げるわけでしょ。そこに何か明確で合理的で納得できる説明があると思いますか。あるわけないでしょ、説明なんて。だからこっちから、いや、そういう、ね、反日教育を延々とやってるからこういうことにもなると、ね、中国はその、まあ、歴史は歴史、ね、それをそのどう解釈するかはそれぞれの国の自由だけれども、こういう事件が起こり、なおかつ将来、ね、の世代で戦争になりかねないようなことをするべきではないと、というのははっきり言わなきゃいけないんですよ。それは内政干渉じゃありません。それは、はい、でそれは外務省であり、まあ、外務大臣でありの、またこういった大使の仕事であってね、そのじくじたる思いで説明を求めてますって、これやっぱね、あの僕は受験エリートの弊害って凄まじいと思う。いや、そうですよ。説明求めるって、うん、答えがあるという前提じゃないですか、それ、うん、だからね、今までね、あのあれじゃないですか、問題があって、うん、4つの選択肢があって、うん、どれが正解ですかってマークシートで選んで、うん、迅速に正解を選び出した能力のある人の
文章です。文章でしょ。本当にもう唖然とするっていうか、説明求めるって何言ってんの。だからなんでそこで受け身になるんですか。こっちから言うべきこと言わなきゃいけない局面ですよ。そうでしょ。で、そしてそのまあこうなったらね、当然もっと前から行動しなきゃいけないんだけども、やはりあのお母さんか子供はもう日本に戻せと、そういうふうにとっくに勧告しておくべきでしたよね、はい、で今回もそれを真っ先にすべきだし、とにかくその中国に対するいろんな面でのエンゲージメント関与を減らすってこと、これを目に見える形でやるってことは大事なことですね、はい、でつまんないコメントをしてるっていうのも本当にね、無能としか言わないですよね、うん、感情的な三分的な具体性の欠け、そうそうそう、無情的なこと言うだけ、そう、はあ、それが何の有効性があるんだって話ですよ。でハブワークなんですよ。そう、分かるもん、それ動くのって、そう、そうなんですよ。じくじたる、じくじたる、いかんとかですね、いかんとかね、本当にいかんとでしたね。本当そうですよね、うん、か普通だったらこう、うん、いついつまでにどういう対応を求めるとか、うん、ちゃんと期日を切って相手に要求しなきゃならないわけですよね、うん、でこれを履行しない場合は日本はこうしますとか、でまあ、この場合にはもう日本としてはもういずれにしてもこういう行動を取ると、うん、もう目に見えた変化を見せなきゃいけないんです。そうなんですよ、うん、だからね、僕ずっと言ってんのがね、うん、あの渡航か注意勧告なんですよ、うん、これ今ね外務省はチベットウイグル以外はあのレベル0にしてるんですね、安全ですと、はい、ね、ところが実態は、ね、あの中国共産党の組織的な洗脳反日教育を受けた人たちがうわーと思うんです。30年にわたるね、あの洗脳を受けた人たちがたくさんいてですね、日本人に対する憎悪がこう溢れてるわけですよ。でそれに対してね、渡航のレベル0っていうのはおかしいだろうと私は思いますよね。現状起きてるじゃないですか。現状起きてるわけですね。カステラスの件もあるし、でしかもこれ痛む報道しかしないけど日本のメディアは、いやそうじゃないと、中国のねサイトを見たらよくやったっていうのも結構あるんですよ、うん、そうです ね、はい、あるんですよ。だからそういう実態は、うん、あの日米記者交換協定があるから、うん、日本のメディアは報道しないけれどそれが実態なんです。だからその現実を見たらですね、アメリカもレベル3にしてるんだから日本もレベル3にする必要ありますよね。そうですよね、目に見えるアクション取らなきゃダメだってことなんですよね。そうね、でこれはねだって日本ができることなんですよ、うん、向こうに対応を求めたら向こうが動かなきゃ対応返ってこない。だけど渡航注意制限を上げることは日本にできることなんですか。そうですね、やるべきことですよね、はい、まあそこでね、その元々そのビジネスマンというか駐在員が拉致されて監禁されて裁判かけられてもね、取り返すこともできずですよ、うん、そしてその日中友好議連がのこのこ行って修学旅行をやりましょう、パンダ貸してくださいと、で木植えたりね、食事したりしてましたね、本当に腐りきってますね。いやとても子供を修学旅行で中学なんか行かせられないんですよ。もちろんダメですよ、そんなの。そんな平井さんの怒りのツイートをご紹介します、はい、うん、殺害された日本人児童への哀悼の誠を捧げます、このご一家も中国赴任を心から後悔しているだろう、そして家族を帯同させなければこの子供は殺されずに済んだ、日本企業は駐在員の家族をすぐに引き上げよ、この種の事件が起き子供が殺されたらそれは企業の不作為、うん、そう思いますね、うん、でこれもだからまあ結局日本人学校としてはその自分たちなりにまあなんか警備をね強化するとかってやってはいただろうけども、と聞いていますが、しかしそれだけで対応できないのは明らかじゃないですか、うん、だからそれは政府としてもっと明確な措置を取ってかつメッセージを発するということは絶対に必要なわけですよね、うん、それをしないでいるからこういうことになるわけでしょ、はい、まあ、今のね平井さんの大変衝撃的なお話ありましたけども、でそれをねその子供とかあの女子供を狙うってものすごい卑怯じゃないですか。卑怯です。卑怯極まりないでしょ。まあ本当にね、本当にこれはまたそういうやっぱ国なんですよね、うん、でね、なんか僕はそういうこと言うとね、いやいやこれは分断工作なんだとかって言ってる人、ね、じゃあ500票ずってそういう分断工作があったとしてもですよ、しかしこのような事件が起きた以上毅然とした対応を取るのは当然のことなんですよね、はい、うん、いやこれ分断工作だからなんですけど、だから
だから見逃すんですが、そんなことありえないでしょ。そうだから分断工作って言ってる人のね、中にはね、中国に対して敵対的なことを言うなって言いたいんですよ、うん、はっきり言うと ね、 ですね、それは中国の工作員じゃないですか、うん、はっきり言って、うんうん、そういうことですよ ね、 ね、中国人全体の問題ではないとか、そういうことを言う人が言う人がいます、ね、あと花を手向けてるのも中国人なんだと、ね、まあそういうことを言ってだけど日本でそんな事件起きないからね、起きませんからね、起きないから、うん、わざわざ中国人の子供狙ってね、うん、そんな危険なナイフで刺すなんてことはしないわけですよ、日本人は。だから危険な地域にはちゃんと外務省が客観的な事実上に基づいて警告を出して、そして企業が行かないようにしましょうって言ってるだけの話ですよ、うん、そういうことしなきゃいけない。だから本当にもう企業もどんどん引き上げるべきだしね。そうです、はい、うん、でこの11番、はい、岸田首相の X です。ご家族のご心痛は察するにあまりあります。政府としては引き続き全力でご家族の支援に当たってまいります。今はまず中国側に対し事実関係の説明を強く求めていきます。犯行からすでに1日以上が経っていることからも、一刻も早い説明を強く求めるよう指示いたしました。それで次部分ね、説明を求めるってどんな説明を期待しているのか、反日ヘイト教育の成果ですとでも言わせたいのか、説明させて何か解決するのか、なぜさっさと法人家族に退避命令を出さなかったのか、なぜ反日教育を批判しないのか、さまざまな予兆があったのに現場任せにしていた不作為は万死に値する。今はまず法人に帰国勧告を出せ。次平井さんの、今日中国への渡航中止勧告を出すべきです。あなたの仕事ですよ。はい、うん、そういうことですね。強く説明を求めるってそういう危険なナイフで刺したことに対する説明、うん、で何ですか。説明聞けば納得するんですか。いやもう日本人が憎くてやりましたって説明、うん、いやどこの国でも起こり得るって説明をしてましたけど ね、 ですよね。それでいいんですかね、うん、はい分かりましたで。いやこれマジでさ頭ものすごく悪い、うん、頭悪いですよ、本当に悪いですね、うん、こんなこと言っていれば国民が納得すると思ってるっていうこと自体がね、うん、国民を舐めてますよ。いや本当そうですね、うん、ここまで、はい、で、はい、14、15パッといきましょう。はい、平井さんの X です。外務省は日本人男児が殺害されたのに、いつまで中国への渡航注意レベルをゼロのままにしておく気か。米国はレベル3、不要不急の渡航を見合わせよ、だ仕事しろ。はい、もう一本、中国で日本人男児が殺害されているのに、上川外相は何を考えているのだろうか。この動画ね、最後やってほしいな、映る無理かな。でこれね、どんなね、あのこれ外務大臣が何やってるか、もうぜひねこの動画ね再生してください。これ総裁選ですね、ここもう子供殺されたのにこれですよ。それでは最後に愛様役のお参りの方に正解をご挨拶をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、はっきり、うん、これを危機として SNS に上げてる議員も問題ですね、うん、問題ですよね。私ねこれ持ってね、この人はね、あの総理大臣どころか外務大臣も無理と思いますね、うん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 、あのこういう時に、うん、あの本当にシリアスだって 今現在外務大臣なわけじゃない。そうなんです、現役なんですよね、考えてみたら。自分の仕事しなきゃ、はい、だからこの選挙活動は中止してだよね、中止です。で自分の仕事しなきゃいけない、そこで本当にシリアスなことをあのきちんと先方に言わなきゃいけないわけでね、うん、それをやってこそ初めて真価が問われるわけじゃないですか。ね、それをやらないって時点でもこの人 も、ま、もう平井さんの言う通りねもう外務大臣の仕事もできてないという首相以前にね、うん、ってことですよね。いやーやっぱり自民党ダメだな。ダメですねもうどうにもならんなこれは、うん、で16番、はい、諸井さんの X、 こんな事件が起きているのに官房長官は出勤せずに総裁選に没頭、外務大臣も総裁選だし、相手中国だから沈黙、それだけで総理にふさわしくないことが露呈した。いやこれは現実なんだから、あこれはもう日本としては現実的な対応を取らなきゃならない。あれ官房長官でもやっぱり総理もこれだし官房長官だとスポークスマンじゃないですか政府何のコメントも発せず、うん、官邸にも行ってないようで、うん、総裁選に、まあ、没頭しているわけですし、まあ、外務大臣は見ての
通りですし、まあ他の、 あの防衛政務官だとかそういう方ももう総裁選のになんかくっついて歩いてる人がいっぱいいるみたいですけど、非常に私これ問題だと思います。もう凄まじいレベルの人だね。だけどまああの官房長官今忘れてたけど、忘れ、私も忘れてたけど、はい、地中派だそうです。もう微中の微中ですよね、うん、はい、真中じゃなくて地中とおっしゃってます。地中、はい、あの知る中国の地中派、私は地中派だって何回もおっしゃってましたけども、まあそれがいい言葉なのか私はよく分かりません。やばいだれの地でしょそれは。微中派の間違いですね。いやー凄まじいね。ここまで日本の政治がもうどうしようもなくなってるって現実、この総裁選でね、くしくもまあ、有権者の目にさらされたわけですよ、うん、もう国の手を成してないってことなんですよ、はっきり言って、うん、はい、ありがとうございました。じゃあこの後はメンバー限定ライブですね。はい、月額490円のメンバーシップレベル1に参加して続きをご覧ください。最後にこの動画のいいねボタンをクリック、文化人放送局ツイッターアカウントのフォロー、そしてダイヤモンドクラブにアカウント登録をお願いいたします。はい、ではメンバー限定ライブでお待ちしております。